全米大学スポーツ協会とは、アメリカ大学スポーツ協会のこと。協会が主催するスポーツのリーグ戦などのことを指すこともある。協会自体は主に、大学のスポーツクラブ間の連絡調整、管理など、様々な運営支援などを行う。本部は、インディアナ州インディアナポリスに設置されており、協会が運営する競技会の種目は、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球、 アイスホッケー、テニス、ゴルフ、陸上競技、アマチュアレスリングなど、大学運動協会としては世界最大規模。アメフト、バスケットボール、アイスホッケーなどのリーグ戦がテレビ中継されるなど人気が高い。インディアナ州インディアナポリス市内に置かれている、現在の NCWA 本部事務所、20世紀初頭、大学間で行われたアメリカンフットボールの競技では、 試合中の衝突などによる負傷や死亡事故が起きることがあった。1905年に、時の大統領セオドアルーズベルトは、大学スポーツ関係者を招き、大学スポーツの改革を促した。翌1906年には、イアウズが発足、1910年には、現在に続く NCWA という名前に解消した。以降しばらく NCWA は、競技規則の管理などを、 主な業務としていたが、1921年に初めて陸上競技の大会を主催。その後次第に大会が開催される種目数が増えていった。NCWA のスタッフはボランティアとして組織の運営を行っていたが、戦後になると専業のスタッフが必要なほど競技の種類や大会が多様化していた。1951年に ウォルター・バイアーズが常勤の組織代表に就任。翌1952年には、ミズーリ州カンザスシティに本部が設置された。この時、以降、NCWA 主催の試合に監視テレビ放映権の管理が行われるようになった。1973年には、ディビジョン I、ディビジョン I、ディビジョン II の3つの区分を設置。NCWA においては、 スポーツ選手奨学金が許されるのは、ディビジョン I とーのカンファレンスに属する大学のみである。1978年になると、アメリカンフットボールにおけるディビジョン I はさらに IA、IAA と細分化され、アメリカンフットボールをカバーしないカンファレンスは、IAAA として区別される。1982年までには、女子リーグの運営が始まった。1999年には、 セドリックでエンプシー代表の元組織本部がインディアナ州インディアナポリスに移転した。またデンプシーは大会の放映権に関し CBS 局と11年間60億ドル以上の契約を結んだ。2017年 USA Today は NCWA 加盟校で1988年から2017年までに338の運動部が廃部になったと伝えた。 2016年度、アメフット全米制覇したクレムソン大では2012年に男女の水泳部が配分になった。集客が見込めるアメフットに資金を集中するためで採算の合わない部はカットされる。現在、NCWA は23の競技で90の大会を運営している。すべての競技を合わせると1200以上の大学から4万人以上の選手が 大会に参加している。NCWA の競技に関わる選手の数は36万人に上る。NCWA は以下の競技の大会を運営している。NCWA の認定のもと、NCWA の名称でブランド化している。日本でも1980年代に NCWA のロゴが入ったアパレル商品が流通したほか サントリーが発売したスポーツドリンクのブランド名として用いられた。2009年にエドは飲んだが大学 OB となってからも NCWA に肖像が商用に使用されており、無報酬なのは肖像権侵害として提訴した。2014年8月、カリフォルニア州連邦地方裁判所は一審判決で原告勝訴の判決を言い渡した。ありがとうございます。